KTM コミューターとは、マレー鉄道のうち、クアラルンプール近郊とバターワース近郊での近距離旅客輸送に特化した電車運行サービスである。運行区間は全線複線電化されている。マレーシアの各都市間を結ぶ長距離旅客輸送サービスは、KTM インターシティと呼ばれる。クアラルンプール近郊の鉄道の歴史は、港に物資を輸送するため1886年に、 クアラルンプール、寸外クランカンが開通したことに始まる。その後、順次路線を延伸し、1905年までにはバットケーブス支線を含んで現在の路線が完成している。一時期は、機動車も導入されたが、モータリゼーションの影響で道路輸送に押され、鉄道は、廃れていった。1980年代になると、クアラルンプール近郊も、 慢性的な道路混雑が発生してきたため、マレーシア政府は、クアラルンプール近郊の交通事情改善を検討し始めた。この中で、LRT、モノレールなどの建設とともに、マレー鉄道の活用が検討され、既存路線を電化複線化をし電車を導入、さらには、駅間隔の短縮のため新駅を設置することにより、鉄道の近代化を図り、 高速大量輸送を実現しようとした。1995年8月に最初の KTM コミューターが運行を開始した。KTM コミューター運行のために新たに建設された新線はなく、現在も運行区間拡大のため既存路線の電化伏線化並びに新駅建設を進めている。したがって KTM インターシティや貨物列車と線路を共用している。 KTM コミューターは、クアラルンプール近郊で、ラワン単純マリム路線、ラワンマイナススレンバン路線、バトゥケーブスポートクラン路線の3ルートが運行されて、いたが、2015年12月に、ラワン単純マリム路線はそのままに、残り2路線が、バトゥケーブス、スレンバン路線、ラワンマイナスポートクラン路線へと再編された。なお、ラワン単純マリム路線は、路線図上、ラワン、 マイナススレンバン路線の延伸のように見えるが、運行系統が別で、直通列車は設定されておらず、運転間隔も異なっているため別のルート名がついていた。さらに2016年7月、ラワン単純マリム路線が、ラワンマイナスポートクラン路線に編入された。2015年10月、スレンバン駅グマス駅間が、南区間として、コミューターサービスを開始したが、 2016年7月に、スレンバン駅単品駅間に短縮した上で、バトゥ・ケーブス、スレンバン路線に編入された。一方、2015年9月、帰宅間として、グルン・カムンティン路線が開業。その後の延伸を経て、現在は、バター・ワース・パダン・ブサール路線と、ブキ・ムルタジャム・パダン・ルンガス路線となっている。使用される車両は3両、もしくは6両固定編成の電車であるが、 ラッシュ時には2編成6両で運行される列車もある。編成中央の車両1両、もしくは2両は女性専用車となっている。日本の西日本旅客鉄道のように終日の設定である。運賃体系は KTM インターシティとは別になっており、同じ区間でも異なっている。また、クアラルンプール近郊の路線では、タッチ N5 が全区間、全駅で使用できる。現在、 1>, 1日あたり、約10万人が利用しており、利用客は年々増加している。特に最近5から6年は、年10%以上の伸びを示している。スカイパークリンクセンスルタン、アブドゥルアジズシャー空港と中心部を結ぶポートクラン、1000の車両運行区間として、以下の5つのルートがある。なお、ルート名は、運行区間の起点、終点の駅名をつけているに過ぎず、 将来運行区間に変更があった場合には、ルート名の変更が予想される。ありがとうございます。